バルバラとカール5世バルバラ・ブロムベルクは、神聖ローマ皇帝カール5世の愛人で、ドン・フアンデ・アウストリアの母。出自は、貴族の霊場から、商人、職人の娘と様々に言われ、はっきりしていない。先祖は、ニーダー・バイエルンの住人とされている、カール5世の寵愛を受け、1547年に、ジェロニモを出産したと推定される。ジェロニモはその後、 カールの配慮もあり、養父母のもとで育つ。以後バルバラは、実の息子にほとんど関心を示ささず、ただれた生活を送る。後に、ドン・フアンが、デパント回線を、はじめ数々の部名を馳せるようになると、バルバラはむしろ多額の年金を要求するようになり、思い通りにならなければ、ドン・フアンは、皇帝の息子でないと言い出す始末であった。なおドン・フアンは、カール五世には似ておらず、 結局のところ彼の父は不明である。ドン・フアンの死後は、スペインの聖セ,セブリアン・マソーテ修道院で寄生を送り、1597年に70歳で死去。意外は、モンテテアの修道院の聖セ,セバスティアン教会に埋葬された。ありがとうございます。